まあそれよりも別の女性の存在っていうのがあるんじゃないかなって思うんですよね彼にはだから、まあ、その人と、まあ、世界に神の家に正義ってなると皆さんこんにちはサラです、えー、今日もリクエストいただいた、えー、森奈々さんと神尾楓珠さんの えーとリクエストは共演回数の多い森七々さんと神尾楓珠さんの2人の関係を見てみたいですというねそういうことなんですがえーと共演多いんですかちょっとね私はあんまり知りませんけどえーと森奈々さんは今までも まあ、いろんな方との相性ししてきた気がしますね神尾楓珠さんもねなんか一回占ったことあるのかなっていう気がするんですけどまあ神尾楓珠さんは水亀座で誕生数が5、まあ、水亀座にねもうギリギリ水亀座に入ったとこなんですよねこの人の誕生日ねで水亀座の方っていうのは人の意見に流されない独自の人生観を持つ人 ご主張がが、強く独立心も旺盛ですが孤立するわけではなく互いの個性を尊重し多くの人との友愛関係を作りますでどんなタイプの人に対してもフレンドリーに接する博愛精神の持ち主で差別やいじめを嫌う人。で誕生数が5冒険家自由な精神情熱的好奇心柔軟性というね キーワードがあります。偏見のない自由な精神と好奇心を糧に多彩な体験を求める冒険家、人生に情熱的でリスクを冒してでも前進する勇気を持つ人。まあ,あの偏見のない自由な精神と好奇心というのはね、まあ、水が目ざにも共通するところなんで、割とねあの自分は自分、人は人とかねそういうところもある人なのかなっていう気はしますね。 でも冷たいとかじゃなくてもうそれがそ,の、ね、それぞれの人を尊重することになるっていうふうな、ね、考え方の人かなと思います。で森奈々さんは乙女座で誕生数が6乙女座の人は事前や奉仕の精神にあふれてて人の役に立ちたいと願う人知性面でも優れた分析力を発揮して 整理整頓など実務能力が高い人几帳面でどんな作業をするにしても器用にこなすことができる空気を読むのが上手な人で誕生数が6理想主義者教育者家庭的責任奉仕愛情深いというキーワードがあります家族や仲間の幸せを願い芸術的空間に生きる愛と美の女神 人から必要とされることに喜びを感じ人の役に立つことで幸せを感じられる人というねまあ,あの乙女だとすごく共通する部分なんで本当にねあの責任感が強かったりこう人に奉仕する気持ちが強く、うん、きっちりしてる方なんじゃないかなと思いますね。ま,あ、まだ、ね、あの森奈々さんん歳お若いんですが うん、なんかしっかり、あのー、自分の考えを持ってらっしゃる気がしますね。でこの2人は共演回数が多いっていうことなんですが、ま、ドラマ「真夏のシンデレラ」で共演されてで今ドコモのコマーシャルもされてるんですかね。ねあの共演が多いとこう気心が知れててやりやすいんだろうなっていう。 気はしますけど、ね、えっ、ー、と「神尾楓珠さんは24歳伊藤英明さんに憧れて俳優の仕事に興味を持つ」2021年には映画で初主演で2022年12月6日の舞台最終日を最後にドラマなどの降板や出演自体があり無期限休業状態に入ったが 2023年4月22日放送分の「サスティナこんなとこにも SDGs」の収録から復帰したって書いてますね、まあ、子供の頃からずっとサッカー少年で、えー、子供の時の夢はプロのサッカー選手になることだった、えー、まあ復帰ねされてからはドラマ「その真夏のシンデレラ」に出演されて うん、なんかいろんなパターンのコマーシャルが全部森奈々さんとの共演になるってことですね。うん、で森奈々さんは大分出身兵庫県で生まれて大阪で4歳から9歳まで過ごしご両親の離婚をきっかけに大分に移り住んだ。 えー、当時中学3年生の時に大分で家族と食事をしていた時に今の事務所のマネージャーにスカウトされて入所森七菜さんはもういろんなあれですねあのドラマとか映画で活躍されてますよね4月になれば彼女はっていうのも来年上演されるっていうことですね映画はすごいな 今年は「銀河鉄道の父」「君は放課後インソムニア」に続けて出演されててテレビドラマは、まあ、さっき言った「真夏のシンデレラ」ですね。まあ、なんか本当にあのすごい活躍されてる方だなと思いますね可愛らしいしね。そんな森奈々さんと神尾楓珠さんの相性と関係性を タロットで見ていきますまあねあのこの2人はね誕生日から見てもね相性悪くないんですよねすごくねどちらもが博愛的で、まあ、どちらもがこう独立心があるというかしっかりしてる感じでねだからお互いがあの良い影響を与え合う関係性じゃないかなとは思いますね。はい、えー 関係性などをタロットで見ていきますはい見ていきます うん、はいこういう展開ですはい神尾楓珠さんと森奈々さんの関係性を展開してみましたうーんまあ皇帝星手品シールマット全部ね逆カードなんですよねだからまあこのお二人に恋愛関係とかまあそういうまあ言ったら 親ししいい関係ではない気がします、ねまああくまでも仕事の上でのまあ自由な関係性っていう感じがします。まあ、それよりも別の女性の存在っていうのがあるんじゃないかなって思うんですよね彼には。だから、まあ、その人と、まあ、世界に神の家に正義ってなるととてもねあの本当真剣に結婚 もう考えているるのかあるいは、ね、あの同棲してるのかぐらいのそういう関係の女性がいるんじゃないかなっていう気がしますね。うん、だからまあ共演回数は多い2人かもしれないけど、まあ、恋愛関係ではないと思うしまあそれより神尾楓珠さんには別に結婚を考えた考えてる女性がいるようなね そんなな今日のこののこカードの展開かなと思いますということで今日は神尾風珠さんと森奈々さんの関係性をタロットで占ってみました。チャンネル登録グッドボタンコメントまたリクエストがあればお寄せください。